これからの時代っていうのは SNS を制するものがビジネスを制する。集客っていうのは認知の度合いで決まることに大事なのは、やみくもにフォロワーを増やすなっていうことで、再現性の高い他社にはないテンプレート、インスタグラムのテクニック、そして LINE のテクニックというのをちょっとご紹介ね。はい、皆さんこんにちは、 SYK 代表の北野です。今回はですね、実践 SNS 業界ナンバーワンの我々が教える年商で1億から3億以上ですね稼ぎたい普通の経営者向けのこの全く新しい SNS マーケティングということで、今回第2話をですねお届けをしていきたいなというふうに思います。でまずね、前回の復習から入っていこうと思うんですけど、まあ普通のね、そもそも会社さんとか、まあ、個人事業主の人、年商で1億稼ぐっていうのはこれは決して難しいことではないというようにお伝えしたいと思います。で、今回の動画っていうのはですね、まあ、この魔法の方法とか、もうこれをやるだけでめっちゃ儲かるよとか、もうワンクリックだけで何千万みたいな、もうそんなアホみたいなですね、魔法の話っていうのはなくてですね、まあ、しっかりとやるべきことをやると。で、年商1億から3億の売り上げを作るために絶対に必要なスキルっていうのがあって、これが何だったかっていうと、集客のスキルだったという話でしたね。小資本で圧倒的な集客、これが非常に重要であると。でそれに必要なのが SNS ソーシャルネットワーキングサービスということになりますと。で、何が重要かっていうと、これからの時代っていうのは物がいいから売れたっていう時代はもうすでに終わっていて、物がいいのは当たり前プラスアルファで、あなただから買いたいとか、あなたのお店だからとか、あなたのブランドだから物を買いたいといって物が売れていくストーリー消費の時代に今なってきているよっていうところがね、すごい重要で、だからこそそのためにも何が重要かというと、 SNS で、距離をね縮めていくっていうことがまあ重要であると。でさらに言うと、これからの時代っていうのは SNS で見込みのお客様とつながることによってですね、まあ、ネット広告で毎月何百万っていうそういった莫大な費用をかけずともですね、お金をかけずに大勢の人数に人に対して広告告知をしていくことができる、そういう仕組みを作っていけるんだよと。だからこそこういう感じで、でも SNS がめちゃめちゃ重要ですよっていうお話をさせていただきました。で今回のね第2話ではですね、この具体的にいかに集客をしていくことができるのかっていうその方法について解説していきますと。でまずなんですけども、大事なのは集客の数であるということですね。集客の規模、やっぱり大量集客すればそれだけ売り上げは大きくなりますよということなんですけども、そこで重要なのは、皆さんこれぜひ覚えておいてほしいんですけど、集客っていうのは認知の度合いで決まるということですね。あなたのことを知っている人、あなたのサービスのことを知っている人っていうのは10人しかいないよりも100人いた方がいいし、100人よりも1000人いた方がそれはたくさん集客できるし売り上げは上がるということになりますので、まず知ってもらうと。で逆に認知されていない、お客さんに知られていないっていうのはですね、お客様のですね選択肢にすら入れていないよっていうぐらいですね致命傷なことになってしまうんですね。でこの認知っていうのは広まれば広まる分だけもちろん集客できて売り上げでもまあ直結しますよと。じゃあ主人さんね、ってことはですよ、 SNS を使って今だったらなんか TikTok とか Twitter とかいろいろあるじゃないですかと。じゃあ結局バズらせればいいんじゃないのっていう人ねいると思うんですけど、いやいや違いますと、大間違いですね。それは非常に危険な考え方で、バズらせればいいというわけでもないんですよね。で実はね、これバズらせないことが重要だっていう話でして、どういうことかっていうと、今まではですね、例えばメディア出演とかもそうじゃないですか。例えば一発ドカッとなんか SNS とか YouTube で一本動画バズった。でもそれバズったからって言って、じゃあそっからそれを切り口としてずーっと集客し続けられるかっていうと、そんなことはなくて、やっぱ一過性のものに過ぎないんですよ。だからやっぱり何回も再現させるっていうのはやっぱ難しかったりもするし、一発どかとか一発屋で終わるんじゃなくて、常にやっぱり興味を示し続けてもらえるような、そういった動線、集客の動線を作っていくことの方がよっぽど重要って話なんですね。だからバズ狙いはしなくていいよって話です。でよくね、メディア出演とかテレビ出演に莫大なお金をかけようとする人もたまにいるんですけど、一回あれテレビ出ただけで、全国放送に出ただけで認知って増えないですからね。やっぱり有名人とか、これ俳優さんでもそうだし芸能人とかでもですね、一回出るだけじゃなくて何回も何回もメディアとか雑誌に出続けるから、あれだけの認知が集まるんですよ。まあ、これいわゆる単純接触頻度ってザイオンス効果の一種なんですけど、人ってのはネット上でですね、その人のことを、まあ、3回から4回見ることによって、その人は有名人なんだというふうに人は錯覚すると。だから、ある程度やっぱりテレビとかに何回も出てないと、それをお客さんの目にしかも止まらないと、認知ってのはちゃんとしたものは獲得できないよって話になりますので、まあ、ちゃんとですね、継続的にお客さんにリーチしていける、そういった媒体を整えていくと。で、やっぱりですね、バズってのはコントロールすることがやっぱり非常に難しいと。だから、じゃあなるほどですね、周囲さんと。じゃあ、周囲さんね、これフォロワーってのは、そもそも莫大にフォロワーをたくさん増やせばいいんじゃないですかっていう風なね、意見もあると思うんですけど、この考え方逆に危険で違うんですよね。逆にこの考え方だけでいくと非常に損してしまう。どういうことかっていうとですね、 SNS で大事なのは闇雲にフォロワーを増やすなっていうことを僕は言いたいですと。闇雲にフォロワーを増やすのではなくて、しっかりと見込みのフォロワーを集めることがすごい重要でして、まあ、僕らっていうのはですね、まあ、会社組織個人事業主でやってる方もそうなんですけども、フォロワー数っていうのはあくまで手段であって目的ではないと。だからこそですね、大事なのはフォロワー数ではなくインプレッション数です。インプレッションって何かっていうと、自分の
媒体とかコンテンツっていうのがどれだけたくさんの人に見られているのかっていうものですね。なので例えばインプレッション数がめちゃめちゃ高いやつっていうのはどういうことかっていうと、まあインスタとかもそうですよね。1000人フォロワーがいて、1投稿につきいいねが10件しかつかない人よりも、1000人フォロワーいて1投稿につき200件300件、コメントとかいいねがつく人の方が、やっぱエンゲージメントも高いですし、やっぱインプレッションっていうところで見てやっぱ濃い層にリーチできたりするわけですよね。でいうところでやっぱりですね、いかに濃い見込みの人を集めていくのか、やっぱりもちろんエンゲージ親密度も高い方がいいし、そしてより多くの人にリーチできるような、投稿っていうのはどういう投稿かっていうと、たくさんいいねが集まり、そしてたくさんコメントが集まる、質の高いフォロワーを持っている人の投稿っていうのはやっぱりインプレッション数もどんどん高くなるから、自分のフォロワーのさらにフォロワーの人に対してもその投稿は拡散されていったりとか、それによって見られたりとかっていう率が表示させれる率っていうのがやっぱ高くなったりするということになりますので、やっぱりインプレッション数ですと。で、実際うちでですね、回してるインスタでもですね、いろんなアカウントがあって、まあ、うちの共代表山崎のインスタなんですけども、うちの大山崎のインプレッション見てみるとですね、もうこれ実際に、過去30日間で見た時のインプレッション数で、まあ、67,549 件とか、まあ、あとは実際これはまあ僕のインスタなんですけども、僕の場合もですね、まあ、過去30日間のインプレッション見た時に、まあ、101,847 件と、まあ、いうところですが、非常にインプレッション数が高いと。まあ、こういうことができるわけですね。いわゆる1ヶ月間でですね、まあ、これ皆さんでも可能で、っていう話なんですけども、1ヶ月で数万人規模の人に対して自分のコンテンツを届けられる、情報を発信できる、そういう媒体をお金をかけずに構築することが可能であると。そしてそれに成功しているっていうことなんですよね。で、実際ね、うちの会社っていうのは、実際今広告もうちも使ってはいますけども、基本的にはやっぱ SNS からの売り上げっていうのはほとんどなわけなんですよね。で、実際うちの事業部別のちょっと売り上げっていうのをここに一応シェアをさせていただいてるんですけど、これは2020年の12月のね、ちょっとデータを元にしてるんですけども、まあうちは大体まあこれ横軸で見たときに、まあ B2B 支援サービスとか B2C 通信講座 ABCD とかね、まあちょっと名前はある程度ぼかさせていただいてますけども、プラビシュのためにね、いろいろなうちはまあ通信講座主に5つ商品があって、まあその中でも売り上げ、まあこれがトータルの売り上げです。まあ、広告経由プラス SNS 広告経由と。SNS 経由と。で、SNS のみの売り上げっていうのはここに表示されている黄色いやつですね。で、うち全部 SNS でもですね、インスタから何人とか、ツイッターからどれぐらい売り上げた、全部流入経路でね、分析うちしてるんですけども、まあ、詰まるところですね、SNS 経由のみから言うと、まあ、大体、300万と、540万円中300万、1896万円中1600万 SNS 経由と。で、この場合も半分は SNS ですよね。で、これはもう全部横を見ていただくと、ほとんど SNS というように、もう7割はですね、売上の総売上の7割は、もう SNS が売上上がってるっていう話なんですね、我々の場合は。で、これはですね、いわゆる広告宣伝費一切使わずとも、SNS が売れてるってことは、もう利益率それだけで見たら広告費かかってないから 90% なんですよね、利益。だからめちゃめちゃ高いわけです。だからキャッシュもめちゃめちゃ残る。っていう話なんですよ。で、さらに言うと、やっぱ圧倒的なユーザー数の伸び。これがですね、これから皆さんが必ずですね、SNS を使っていかなきゃいけない根拠の一つとしてやっぱりありまして、やっぱりどの媒体もこれ LINE もそうだし、Twitter、Facebook、Insta 全部やっぱ右肩上がりで伸びてきてます。インスタとかも今ね、日本国内でも3300万人以上やっぱりユーザー数がいますよね。で、いうようにもう3人に1人がインスタを使ってたりとか、もう2人に1人は LINE を使ってるとか、もう3人に1人は Twitter を使ってる、もうそういった今時代になってきてますと。っていう時に、これからの時代ってもう SNS をやらないっていうのはね、もう非常に損してしまうと、もう非常にそれだけで見込み客を大量に取りこぼしてしまってる、非常にもったいないことをしてしまってるんだよっていうね、まあ、この危機感を持っていただきたいなというふうに思いますと。で、ただね、ただ一つだけやっぱ注意点があります。これ絶対にね、 SNS を使って情報発信をした時にこれだけはやらないでっていうことが3つあります。で、その3つのポイントっていうのは、ね、次からちょっとご説明をしていきたいと思います。それが何かというとですね、雑な投稿、ツール導入やフォロワーの購入、そして3つ目、 SNS で映えを狙う。この3つは絶対やらないでくださいということですね。まあ、まず雑な投稿っていうのはどういう投稿かっていうと、まあ、投稿の文章も適当で、画像も適当で、なんかインスタグラムのダサいデザインの投稿をですね、とりあえずポーンとアップする、そういうことをやってるとやっぱ逆ブランディングになるわけですよね。ちゃんとした企業さんとか、もしくはちゃんとしたコンサルタントとか、コーチングをしている人がですね、発信する発信ってやっぱ見られますので、やっぱりちょっとでもね、しょぼいなとか、やっぱ素人っぽさが出てしまうような発信をしてしまうと、まあ、やっぱりそれは権威性の低下だったりとか、逆ブランディングにつながりますので、これやめてくださいということですね。で、二つ目はですね、ツール導入やフォロワー購入。これはですね、やると、よくいるんですよ、見せかけのフォロワーだけ増やすためにツール使って、フォロワー増やしたりとか、フォロワー買っちゃうみたいな人いますけど、これエンゲージメント下がるんですよ。エンゲージメントってのはさっきも言った通り、どれだけたくさんの人がいいねしてコメントしてアクションしてくれるのかっていう率のことなんですけど、基本的にどの媒体もそうです。これ YouTube もそうだし、 Twitter、 インスタ、 Facebook もやっぱエンゲージ
ゲージメントっていうのがすごい重要で、エンゲージメントが低いですねアカウントっていうのはあんまりですね、インスタとかもツイッターとかも優遇していろんな人にやっぱり表示っていうのがされにくくなってくるんですね。もちろんそれによって、自分のフォロワーってもどん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 減っていくし、さらに言うと新規の人にリーチしづらくなってくるし、やっぱり買ったフォロワーってのは見込みのフォロワーじゃない可能性もあるしいるんですよ。あのフォロワー買ってね1ヶ月で1万フォロワー行きましたとか、ツールで2ヶ月で1万フォロワー行きました、でも蓋開けてみたらほとんど外国人でしたみたいな、見込みのお客さんじゃありませんみたいなね、まあ、そうなってしまってやっぱり意味がないので、こういうのやめてください。で3つ目、 SNS で映えを狙う。まあ、これはですね、まあ、めちゃめちゃ自分は映えをしてる写真をもうほんと1万枚ぐらい持ってるっていうんだったらやってもいいかもだけども、今って映えが当たり前になってきてるからあんまりこれで差別化ってできなかったりするんですね。でさらに言うと2つ目のポイントとして、まあ、自分が やったとしてもスタッフに任せたとしても映えってやっぱりですね、ずっと映え続ける写真を撮るためにやっぱりコストもかかるし時間もかかるし、再現性というところで見てもやっぱり難しいと。だからここはあえて無理しなくていいですと、まあ、いうことですね。むしろ映えはいらないという話です。そして SNS でですね、こう情報発信をしていく際に必須の重要なポイントっていうのがあるんで、これもね皆さんに今日お伝えをしていきたいと思います。これは何かっていうと、この2つのスキルってめちゃめちゃ重要でして、まず1個目、いかにコミュニケーション、そしていいねっての SNS 内で発生させていくのかっていうのが非常に重要なんですね。で、二つ目、これ意図的にバズを起こすというのが非常に重要でして、この二つですと。で、やっぱりですね、インスタグラムとか、まあ、ツイッターもそうなんですけども、これからの時代っていうのは大切になってくるのが、このクラフス理論っていう話をここでちょっと皆さんにね、提起したいと思います。このクラフス理論ってのは何かっていうとですね、認知、認識、行動、ファン化、そして拡散っていう、この5つのサイクルで SNS でですね、まあ自分自身のコンテンツであったりとか、どんどん拡散されていくよっていう、このメカニズムを、まとめたものです。で、認知、コグニッション。で、認知、ルック。認識ね、ルック。行動、アクション、ファン。FUN ね。で、拡散スプレッド。この頭文字を取って、まあ、我々が提唱する考えで、それは弊社 SYK が提唱するこのクラフツ理論によってですね、SNS というのは全てこの認知循環が起こっていくよっていう話なんですけども、まあ、まずは SNS、Instagram でね、まあ、例えば、ニュースフィードであなたのこと初めて知りましたとか、フォローされて初めて知りました。で、それを見ますよね。で、あ、この人の投稿面白いなと思ってアクションしますよね。で、どんどんその人の投稿フォローします。で、見るうちに、毎日毎日その人の投稿を見るうちに、この人意外とやっぱ面白い人じゃないかというところで、ちょっと好きになりますと。で、この人の投稿を例えばリツイートしてあげたりとか、ね、タグ付けしてストーリーでアップしてくれたりとかっていう形で、自分の投稿がその自分のフォロワーの人にもより拡散されていって、どんどん広まっていくっていうね、これがクラフス理論、これが全ての根底の基本にあります。このクラフス理論をですね、正しく理解をして、それに沿った SNS の運用をしていくことによって、爆発的にですね、集客を SNS で、行っていくことが可能であるということなんですね。だからこそそれを取り入れていくね、やっぱりですね、コミュニケーションいいねっていうのをいかにやっぱ誘発させていくか。で、それの結果バズが起こるという流れになりますね。そしてさらにですね、今 SNS でですね、検索されるこの需要っていうのが非常に高まってきています。今の人たちっていうのは、まあ今コロナ禍でですね、まあ在宅が増えてですね、やっぱりネットを見る時間がより増えた、インターネットに費やす可処分時間が増えたことによって、まあそれも相まってですけども、まあ40代50代以上の人ってもどん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 やっぱ SNS をみんな見てるわけですね。僕の父親もインスタと YouTube やっぱ見てたりしますね。まあどっちかっていうと僕の父親は Twitter の方がよく見るんですけども、僕の父親はまあいわゆる50代60代の人であったとしてもやっぱ SNS をガンガン見ると、でそうなった時に。今の時代っていうのはもう例えば副業とかビジネスとか旅行とかですね、こういうところ旅行行きたいなとか、こういうご飯食べ行きたいなとか、こういうスイーツいいよねとか、語学とか健康とか医療とかも全てやっぱ SNS でやっぱり情報収集をしていると。その分野の専門家がやっぱ SNS で今発信している人が増えてるから、 SNS で分からないものを調べる、まあ、一昔前であればGoogleって言葉が今タグルって言葉になっているように SNS 検索なんですよね。だからこそみんなはですね、これ SNS っていうのは情報収集媒体としてみんな使ってる、もうそういう時代になってきてます。だからこそ皆さんはこれからですね、SNS でしっかりと発信することによって、見込みのお客様にしっかりと自分のお店とか自分の会社に来てもらえる、そういった動線を作ることが十分可能であるということなんですね。で、やっぱり SNS を正しく使ったことによって、しっかりと狙った客層をしっかり取っていけるというのも非常に魅力的です。まあ、だからこそうちもね、この SNS を通じてしっかりとうちの会社の売り上げってもどんどん上がっていってるというわけなんですけども、逆に SNS をこの自社に取り入れないっていうのは、もう時代に取り残されて、淘汰されてしまう一方であるということですね。それだけやっぱ恐ろしいことになってしまいますので、ぜひ SNS っていうのはもう今日この瞬間からね、ぜひもうアカウントを立ち上げてね、
発信っていうのを続けてね、始めていっていただけたら嬉しいなと思います。じゃあどういうふうにして具体的に周囲さんと SNS を活用していけばいいのかと、まあいうお話をしていきたいと思うんですけど、これね、次のちょっと見ていただきたいと思います。で、やっぱり基本的に皆さんはですね、この、基本的な流れとしては2ステップマーケティングとなります。まあイメージとしてはですね、まず SNS で認知をしてもらいますと。SNS で認知をしてもらって、そこからやっぱり LINE アットにお客さんを集めていくという流れになります。まあこれが、まあ今までであればね、メルマガとブログっていう時代があったんですけど、今はもうブログで SEO 検索を狙っては難しくなってきてますし、ブログから集客難しくなってきてます。どんどんハードル上がってきてます。じゃあメルマガどうかっていうと、メルマガっていうのは一昔前は良かったんですよ。でも今の時代っていうのはもう送ったとしてもご縁枠行き、送ったとしてもスパム扱い、送ったとしても届かない、送ったとしても開封されない、開封率も今 5% から 10% と言われてます。そんなメルマガにですね、で取りこぼしてしまう、見込みお客さんを取りこぼしてしまうぐらいだったら LINE の方がやっぱりいいわけですね。即日開封率っていうのもやっぱり 70% 以上で、送ったとしてもブロックされない限り 100% 届く、この LINE に見込みのお客さんもやっぱ集めてくるというのが売上を最大化させるために非常に重要になります。まあうちのクライアントとかでもですね、まあ、メルマガから LINE に切り替えただけで売上が 1.8 倍とか2倍近く上がりましたよりで多々ありますので、もうこれからの時代はメルマガではなく LINE というのを覚えておいていただければと思います。ってなった時に基本的にまず Instagram であなたのことをして、そこから LINE に、あなたの LINE に登録する。でその LINE を通じて、そこから LINE からまたさらにあなたの Twitter を通じて、あなたの Twitter をですね、まあバズらせてくれたりとか、あとは LINE からブログとかね、LINE から YouTube を見てくれたりっていうように、すべては LINE アットを中心として、LINE を中心としたシームレスにつながっていく、そういった流れでこの SNS マーケティングっていうのはすべてが成り立っていると。だからこそ SNS でリストがどんどん多くなってくると。その結果、さらにそこからまたね、LINE からもインスタ、インスタからも LINE とかね、LINE から YouTube、YouTube からも LINE っていうように、この相互方向に行き来ができるようなね、そういった、流れを構築するていくっていうのが最も今効果的な SNS マーケティングやり方となります。で、やっぱりですね、重要なのは LINE でいかにリストビルディングしていくかっていうのがもう売上の勝敗を分けると。で、これリストビルディングって簡単に言うと、自分の商品を買ってくれる可能性のあるお客さんっていうのをどれだけたくさん集められるかっていう話なんですね。で、やっぱりですね、自分の見込みのお客様の連絡先リストを持っていることによって、まあ、LINE アットとかであれば、いつでもですね、その人に連絡が取れたりとか、情報を告知することができるわけです。そういう SNS とはまたちょっと違った、クローズドなコミュニケーションやり取りができる、この LINE のお客様を集めていくことができれば、そこから販売に持っていくって非常にやっぱり簡単なんですよね。まあ、もちろんそこには LINE アットを使った、そのうちのテンプレートであったりとか、配信の技術ってもあるんですけども、基本的に LINE アットっていうのは、お客様にですね、あなただったりとか、あなたの商品の価値をしっかりと伝えていくための媒体であるということになります。今売上が上がらないとか商品が売れない一番の理由ってのは、お客さんにあなた自身の価値というのが正しく伝わってないからっていうのが原因だったりします。なのでこの LINE を使ってお客様にですね、あなたの価値っていうのを多角的に伝えていき、そして購買欲を極限まで引き上げていくことができる。これがですね、いわゆる LINE アットの威力であるということなんですね。なので、このぜひね、LINE と SNS を組み合わせることによって、売り上げをね、爆発的に上げていくことができれば、もちろんそれによって年商で5000万とか1億、2億、3億っていうところに持っていくことは十分可能であるということになります。そして、さっきお見せしたね、僕の、こちらのね、図がありますけども、これによってですね、このサイクルを意図的に構築していくことで、見込みの高いユーザーに認知を届け、そしてアクションしてもらうということが可能になります。これからの時代っていうのは、SNS を制するものがもうビジネスを制する。そういう時代になってきております。そしてね、最後に、このね、各種 SNS を使ったテクニックの一部というのをね、今回せっかくの機会ですので、皆さんにね、ちょっと紹介をさせていただきたいなと思います。で、うちの場合はですね、弊社の強み、再現性の高い他社にはないテンプレートっていうのがね、うちの強みとしてありまして、まあ、インスタグラムだけのこういったね、14大テンプレートであったりとか、まあ、ツイッターのね、集客の9つのステップであったりとか、まあ、あとはですね、まあ、LINE とかでもですね、LINE 配信24個のテンプレート、って言ってですね、まあ、こういった、うちにはテンプレートっていうのがね、多々あるわけですけど、プラス、8テーマの、売れる LINE 配信テーマと、まあ、いうところで、まあ、24戦略プラス8テーマに基づいた LINE の配信のテンプレート、これがね、まあ、弊社の学科ではですね、こういうテンプレートうちのクライアントについて使っていただいたりとか、まあ、これうちのスタッフとかもみんな使ってます。こういうね、うちはもう圧倒的に再現できるこのテンプレ化っていう時にね、めちゃめちゃ時間とお金と労力っていうのを割いてるわけなんですけど、今回その中でもですね、一部、インスタグラムのテクニック、そして LINE のテクニックというのをちょっとご紹介いただけたらなというふうにふうに思います。ということで、まずインスタグラムのテクニックからまず一部ね、公開していきたいなというふうに思います。ではですね、まあ、こちらの14大特典テンプレートのうちの、まあ、今回はですね、2つ目と9つ目のね、触りの部分に関してね、ご説明していきます。まあ、これ全部話すとですね、本当に 2,3 週間くらいね、講義しないとね、終わらないくらいになってしまいますね。これはちょっと一部 SNS をね、抽出してお届けしていきたいなと思うんですけど、まず1個目はですね、このターゲット別いいね戦略というですね、やり方になりまして、これどういうことかっていうとですね、まあ、例えば、今皆さんがですね、まあ、ダイエット系のアカウントやってるっていう場合であれば、痩せたいな
とかダイエットに興味あるとか筋トレに興味あるっていう人が見込みのターゲットっていうことになりますよね。でそれが例えば今集客支援をしているっていう人であれば、まあ、個人で事業をしている人がまあターゲットになると思います。まあ、そういったターゲットの人をですね、まあ、いわゆるキーワード検索っていって、まあ、インスタグラム内では、まあ、いわゆるハッシュタグ検索っていうのがあるんですけども、まあ、そこで例えばダイエットとか、まあ、集客だったら集客とかですね、見込みのお客様の関連するようなキーワードでまず検索をすると、まあ、それに関連するハッシュタグのですね、投稿っていうのがいっぱい出てきます。で、例えばそこにですね、まあ、簡単に例出しますけど、例えばじゃあ、猫っていう風に調べたりしますね、インスタ内で。そしたら猫に関する投稿がいっぱい出てくると。その猫の投稿にいいねしてる人っていうのが、それをクリックするといっぱい出てくるわけなんですけど、その猫の投稿に反応してくれる人っていうのは、猫に興味があるかないかで言ったら、まあ、興味があるということになりますので、その猫の投稿にいいねしてる人に対して、の投稿にさらに自分もいいねをしに行くとかね。例えば、ダイエット系の投稿にいいねボタンを押している人の人に対してですね、まあ、いいねを押しに行くと。まあ、そうすることによって、こちらから相手にいいねを押すとですね、相手に通知が行くんですね。それをやることによって、いわゆる、まあ、いわゆる店舗系で言えばポスティングみたいなイメージだと思うんですけども、直接相手に自分自身がアクションすることによって相手に通知が行く。それによって、あ、北野さんっていう人が私の投稿にいいねしてくれてるっていうところで、向こうも逆に自分の投稿を見てくれたりします。それで興味を持ってもらえたら、いいねをしてくれたりとかフォローしてくれたりっていうような流れになりますと。まあ、これがいわゆる意図的にこちらから認知をしていくための一個の戦術として、まず、いいね回りっていうのがね、ポイントになります。で、あとはね、二つ目としては、まあ、タグ別のフォロー申請メソッドっていうやり方もありまして、まあ、どういうことかっていうと、まあ、ハッシュタグですよね。で、自分の見込みのお客様を検索しそうなタグで検索をかけて、で、その、例えば、まあ、猫だったら猫の投稿にいいねしてる人っていうのは猫に興味があるわけですから、じゃ自分も、ね、例えばペットに興味がある人向けにビジネスをしているんだったら、そういった人の、猫の投稿にいいねしてる人に、実際に、まあ、フォローしていくと。いうやり方ですね。まあ、これをやることによってですね、フォローされたらですね、やっぱりこれも相手に通知が行くわけなので、あ、この人は私のことフォローしてくれてるんだってことで、じゃあ自分をフォローしてくれた北野さんってどういう人なんだろうって言って、僕の、アカウントに飛んできてもらって、僕の投稿を見てもらう。それで、あ、この人面白いなと思ったら、フォローしてもらえてると。いうことになるわけですね。なので、このポイントではですね、まず意図的にこちらから、まあ何かしらフォローだったりとか、いいねをすることによって、告知をしていく、いわゆる、誘導をかけていくっていうようなですね、まあプッシュ型のね、これは、戦術ということになります。まあこういったやり方もね、非常に効果的です。まあもちろん発想としては、これツイッターとしてもですね、応用は可能なやり方になるし、もちろんツイッターでですね、またいろいろなそのツイッターならではのノウハウというのがいろいろあったりするので、まあこれもね、また応用お世話させていただきたいと思うんですけども、まあ、ぜひこれもね、参考にしていただきたい嬉しいなというふうに思います。ではですね、次、LINE アットを使った配信戦術というお話もね、今回、取り上げていこうかなと思うんですけど、まあ、こちらね、合計24台テンプレートっていうのがね、弊社 SYK の中ではこのメソッドとしてありますと。で、この中でね、やっぱ全部話すとですね、やっぱり2週間箱根学習しても終わらないよという内容になってしまいます。で、この中でも今日はですね、一つ抽出して、お話をしたいなと思います。で、それがですね、いわゆるこの2つ目のこの疑問系で終わらすテンプレートっていう話で、やっぱり LINE の配信でもですね、やっぱり見込みのお客様にですね、まあ、メッセージを送った時に、やっぱりですね、お客さんにやっぱ見てもらい続ける、そして開封してもらい続ける、そして興味を持ってもらうということが非常に重要になると。で、ここでもですね、やっぱり LINE アットを使って見込みのお客さんといかに距離を縮めていくのかってのは非常に重要。ってなった時に重要なのが、コミュニケーションを取れるような配信をあえて意図的にするっていうのがこれ結構重要で、どういうことかっていうと疑問系で終わるっていうやり方なんですよね。で、これ見ていただければわかると思うんです。これ実際の文章で、まあどれも短めの文章なんですよね。で、短めの配信で、まあ300文字以下の配信であえて疑問系で終わることによって、例えば、今日久しぶりに19時から生放送で弊社に取り組んでいるそのマーケティング賞をお話ししようと思うんですけど、時間ありますかとかね。あとは、こんばんは、こういったお声多数いただいたら本当に嬉しいですよね。やっぱりこれからの時代売り上げ上げるために SNS と LINE のマーケティングは必須だねと。で、ところで〇〇さんはどう思いますとかね、意見を求めるとかっていうと結構やっぱ一定数の人は返信してくれたりするんですよね。で、そこからのコミュニケーションからの、まあ、そこから無料相談で売れたりとかっていうこともありますし、そこからコミュニケーションでそこからお問い合わせ、資料請求につながったりとかも多々ありますので、まあ、ぜひこういうコミュニケーションを取れるような配信というのも意図的にやってみるっていうのもね、一ついいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これは本当に、ね、一部で、本当はね、それ以外にもね、こういった、いろいろなテンプレートっていうのをうまく複合的に使っていくことによってね、効果的なマーケティングっていうのをですね、まあ、成果につながるというわけにはなるんですけども、まあ、ぜひこういったあたりもね、参考にしていただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今回、最後までですね、まあ、こちらの動画を見ていただいてね、本当に、ありがとうございました。で、最後にですね、皆さんに私から、まあ、ご案内があるんですけども、まあ、今ね、集客をしていきたいとか、まあ、ビジネスでより売り上げ上げて年収でやっぱり、ゆくゆく1億以上狙っていきたいという方もいると思うんですけど、具体的に何をすればいいのかよくわからないっていうところが詰まるところ
あると思うんですよね。で結局、まあ、そこまで SNS 使うってことは分かったと。だけどもとか今すでに SNS をやってるけども、なかなかやっぱり LINE に集客できないとか、リストが取れないとか、売上が上がらないとか、新規の見込み客が取れないとか、リピーターにつながらない、なぜうまくいってないのかっていう、その根本の原因っていうのがですね、売上が上がらない人っていうのはなぜ売上が上がらないんですかって聞いても答えられないんですよ。このなんで売り上げ上がってないのか、例えば今皆さんがですね、まあ、月商で50万いってるけども100万いってないっていうんだったら、なんで100万いってないんですかっていう話なんですよね。なんで1000万いってないのか、なんで3000万円いってないのか、ここなんですよ。なんでいってないのか、その理由が明確に答えられるのであれば、多分その人はすでに成功してると思うんですよね。でもそれが分からないから行き詰まってるわけじゃないですか。っていうところで今回は、まあ、その皆さんがね伸び悩んでいるその根本の部分であったりとか、コンセプトであったりとか、商品設計だったりとか、まあ何でもいいです。もう LINE とか SNS のこのマーケティング全般に関してですね、まあ、弊社からですね、あの無料特別相談というのをね今回、皆さんにプレゼントさせていただこうかなというふうに思います。まあ、こちらがね15分無料個別相談という形になるんですけども、まあ、こちらでですね、しっかりと道筋を手に入れていただいて、そしてですね、まあ、あの方向性ですね、今日この動画を見てくださってですね、個別相談に来た皆さんが、まあ、どういう風な方向性でビジネスを進めていけばいいのかっていうですね、その方向性っていうのをしっかりとね、間違ったルートで、間違った地図とコンパスを持って旅に出たら絶対目的地にたどり着けないので、その方向性っていうところね、アドバイスっていうのをワンポイントね、させていただきたら嬉しいなと思いますので、まあ、ぜひこちらもね、活用してみていただければと思います。まあ、興味ある方はぜひね、個別相談とですね、一言 LINE の方でね、メッセージを送りいただければですね、弊社のですね、マーケティング最高責任者のですね、特別コンシェルジュのものからですね、こちらの15問個別相談させていただきますので、まあ、ぜひね、こちらも十分に活用していっていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ということでですね、今回最後までですね、動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。またね、皆さんどこからね、繋がれることを本当に楽しみにしておりますので、これからも何卒よろしくお願いいたします。